シーメンス社の同期検定器同期検定器は、交流回路において、複数システム間の位相差及び同調を検出する電気計器である。同期発電機を起動して、他の母船と並列運転する場合の条件は次の通り。1、周波数が等しい2、電圧が同位相3、電圧の大きさが等しい4、電圧の波形が等しい5、相回転方向が等しい発電機を母線に、 接続する前に同期検定器を使用し1及び2が確立できているか調べる。最も単純な方法は、汚染と発電機の同唱間に3個の電球を接続する方法で、電球が消灯すると2つのシステムの電圧と周波数が等しくなったことが確認できる。しかし、この方法では、わずかな位相差と周波数の差異を検出することは困難である。 そして同期検定器は単層にて接続する部分があるため後、相回転方向が等しいか調べることができない。なので、計器と電球の二つを併用している場合もある。この計器は磁場の合成によって指針を回転させる電気機械に近い構造となっている。多くの方式では一般的な電圧計や電流計が持つ渦巻きバネを使用しておらず指針は 自由な方向で連続的に回転できる。指針の回転方向によって起動した機械の遅い、速いを示すものである。同期発電機が母線の周波数に近づくと、指針の回転は次第に遅くなり、等しい周波数になると指針は停止する。その時母線と同期発電機の位相差を示す、働きをし、指針が正しく真上の黒線の箇所に止まれば完全に、 同期したことを示す。一しく周波数に差異があるときは、指針が回転せずその位置で振動するだけである。この計器は、定格周波数プラスマイナス1から2ヘルツの限られた範囲で使用する。可動てっぺん型同期検定器内部には2種類の巻線があって、一つは発電機の三乗交流によって固定し薪線に回転磁界を作り出し、他方は直角に配置された薪線を、 母船の炭素交流によってレジする。二つの巻船の合成磁界により、可動てっぺんをレジし主軸及び指針を回転させる。動作は加熱することなく長時間動作させることができる。クロスコイル型同期検定期炭素を誘導電動機に近い部分があり直行するように軸に固定された二小の巻船は、ブラシ及びスリップリングを経由して、付属の誘導箱と接続する。 回転軸はボールベアリングで指示されている。動作には比較的大きな電力を必要とし短時間の操作を要する。ウェストン型同期検定器稼働部分は連続的に回転せず位相が合うまでは指針が左右に振動して動く。位相が合うと指針は中央に止まり三貫線平がきに接続された電球は最大の明るさとなる。 デジタル型同期検定器表示方法は、理算的な LED の円形配置でもよく、同章を示す部分は異なる。色の LED でもよい。内部のマイコンにて、信号処理を行い、操作を直接表示し同期した場合、接点出力を取り出すこともできる。ありがとうございます。